よし、とりあえずは進み損なっているイベントを行こう。ほら、よっと。この子に脳みそはいい。脳液が欲しいの？取ってこよう。あれ？こいつ復活してる。こいつめっちゃ強かったんだけど、戦いたくないんですけど。こいつ倒せばもらえるらしい。これ脳液よし。いってって。お前とは戦う。あれ、まだ調べれる。話しかけれる。あれ、お前今倒したじゃん。復活したの一瞬で。お前そこ詰まってね。これはめれるんじゃない、もしかして。ほら、やった、この超強かったこいつはめれる。無限に殺し続けれるし。これは素晴らしいな。やった。てかこいつ復活しすぎだろ。ここだ、ここだ。そしてお前だ。よし、脳液二つ目。危ねえ、落ちて死ぬところだった。で、この脳液さんをこの子にあげると。あげよう。ありがとう、あなた。脳液飲んだの？脳液って飲むものなんだ。すごく美味しい。美味しいんだ。それにね、どっから飲んだの？湿った音が聞こえてきたわ。あなたにも聞こえているかしら？もう頭に斧が刺さってるみたい。お礼に私の血はいかがかしら。こう見えても私、血の聖女だったのだから。だからあなた、聖女の血がなくなったらまた来てくださいね。あれ、くれなかった。あー、アリアンヌの血があるからか。そういうことか。じゃあとりあえず使おうか。血ください。あら、私の血、お礼に受け取ってもらえるのかしら。いただきます。よかった。でも私はもううまく動けないから。自分で血抜くんだ。右手の器具を使ってくれる？あなたにお手間をおかけして申し訳ないのだけれど。アデラインの血。
私。もう一個のお髄あるんだけど。あら、でも私。プロロ？プロロかい、あれかな、もう一回ロード挟むかかな。さて、持ち物。なんか説明書いてるかもしれない。イベントアイテムかな。ここは鍵だから、あ、ここにあるわ。薄暗いアメーバ状の脳液、ブルブルと弾力がある。おお。あら、あなたなのね。でも私、あれ、2個目をあげれないぞ。こっからか。これか。いるわ。ちょっとマッチ、なんだこのダメージ。多分あれでトロフィーのはずだから、とっとと取っちゃうか。よし、トロフィーゲット。あ、ここに繋がってたんだ。さあ、イベントは進むかな。ね、誰か私の。あ、進むっぽい。私の願いを聞いてください。やっと聞こえた。あの音が消えそうなんです。あなた、あなたなのね。ねえ、よし、お願いよ。脳液が欲しいの。湿った音が消えそうなの。お願いだから、お願い。あるよ。静かになればきっと戻ってしまうわ、あの頃の小さな私に。はい、あげる。ああ、それよ、それをちょうだい。脳液うめ、うま、かゆ。ありがとう。さあ、何くれるの。お守り、マリア様からいただいたのだけれど、私にできるお礼は血のほかはこれくらいなの。お願い、私を見捨てないで。私まだ役に立てるのだから。ああ、しんちょろい、不思議ですね。深い深い海の底でも水は滴るものでしょうか。いや、そんなことはないと思います、ね、あなた。ちょろ、もう血もらえなくなっちゃってる。まあ、鍵もらえたから、これで奥に行けるようになったろう。ここだろう。よし、ここはどっかで見たことがあるな。結構敵いそうだな。アイテム発見。やっぱ敵だな。一匹だけ？ここ行けるのかな？あ、行けるわ。とりあえずはこいつら始末してアイテムチェックかな。結構いるんだよな。
久しぶりに石でもぶん投げるかな。反応しない。反応どころか魔法使ってきた。やだなこいつら、ちょっと数多いわ。結構食らうし。結構食らうね。ちょっとずつ倒していくしかないな。よし、離れると、うん、ちょっとの間反応しなくなるから、これで突っ込んで一発殴って遠くまで逃げて。お前じゃねえの方が良さそうだな。はっ、お前ら近距離型だよ。おお、死んだ。帰ろ。いいね。来い、こっち。やっぱ確実に殺していくのが一番だな。よし、半分いった。てかどうせこれ取るだけだろ。さあもらおうか。夜空の瞳。お前で最後だ。あ、死んでる。まあ OK。 そしてこの奥が繋がってる。あ、ここと繋がってるんだ。塊おいしいです。これエレベーターで上がっていく途中に見えてたところじゃないか。で逆側は
お、宝箱。おっと、ジャンプはバツバツだよな。さ、なんだい？脈動する。動いてんのこれ。で、降りると死なないようにちゃんと中間場所ありだ。だけだな。うん、アイテムがあるわけでもないし。さて、じゃあスルーした。ボスと戦いますか。さて、なんだろうな、これか。ローレンスの頭蓋を持った状態でエミちゃんのところに行くとボスと戦えるらしい。行ってみよう。さて、行きますか。燃えている。ああ、よく寝た。なんか体が熱いよ。使い回しかな。初代炎が増えてるのか。対決口。はい、何人だそのダメージ。あの簡単な攻撃でそんなに食らったらたまらんよ。